みなさんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は文字入れ脳トレです。四角の中に同じひらがなが入ります。ひらがなを入れて単語を完成させてください。問題は全部で6問あります。回答時間は20秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解は横棒でした。シーフードとなります。これは簡単でしたね。どうですか？このように同じひらがなを入れてくださいね。それでは次に行きましょう。2問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はうでした。包丁となります。さあ、まだまだ簡単ですか？次に行きましょう。3問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はしでした。新聞紙となります。時間内にわかりましたか？さあ、どんどん行きましょう。4問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はんでした。ペンダントとなりますね。これは比較的わかりやすかったのではないでしょうか。5問目です。四角に同じひらがなを入れて単語を完成させてください。答え合わせです。正解はみでした。みんみんゼミとなりますよ。3箇所のマスがありましたが、正解できたでしょうか？最後の問題です。四角に同じひらがなを入れて
単語を完成させてください。答え合わせです。正解はうでした。宇宙船となりますね。文字数が多いと難易度も上がりますね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？この動画で使用した文字入れノートレは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。